たね。最優秀、最優秀防御率記念サインボールです。はい、そうです。はい、じゃこちら、はい、お願いします。はい、こちら名古屋に入っているんで、あ、うん、あ、そうですね、ダメだよ、ドアラ、うん、見本だから開けちゃダメだよ、はい、こちらは、中には何がサインかな。あ、サインは、あ、サインがありますね、はい、皆さんにサインを見せてあげてください。またそうやって、見えないよ、見えないよね、見えません。こちらのお値段が1680円です。はい、素敵なボールが入ってますね。どうだ、安いね。うん、ダメみたい。うん、はい、続いて、はい、次は最後ですね、岩瀬選手、はい、最多セーブ記念 T シャツ、はい、よくできました。はい、こちらです。じゃん、見せてね、ちゃんとドアが見るじゃないよ、みんなに見せてください。はい、はい、とこちらのお値段が2625円です。はい、何これ、何やってるのって感じだよ ね、 裏は、はい、後ろも見せてください。はい、こうなってます。はい、このようです。狭くなっちゃってるね。あれ、はい、こちらですね。はい、そうです。はい、また適当に、はい、以上でグッズはこんな感じになっております。こちらのね、全部商品ね、はい、今日から発売みたいですよ。はい、今日からですよ、はい、ドラゴンズショップのドミネの発売になりますので、皆さんお願いします。はい、お願いします。ということで、はい、はい、クライマックス始まったんですが、昨日は惜しくも負けちゃったんですよね。そうなんです。今日こそはね、つば九郎さんに負けないようにね。そうなんですよ、だから頑張って。はい、昨日聞いたんですけど、つば九郎が来るときは絶対勝ってるって言うんですよ、つば九郎が。100%なので、ね、それは昨日までということで、今日から2勝して、はい、そうですね、はい、第2シリーズに行きたいですね。はい、どうもありがとう。はい、ありがとう。それでは続いてハッピーショータイムもあるので、はい、最後まで皆さん盛り上がっていきましょう。はい、ありがとうございました。コアラの体育座りだ。なんだよ。